危ない。誕生日プレゼントは用意した？それがそのごめんなさい、スイープさん、お誕生日プレゼントはまさか用意してないっていうの？偉大なる魔女の誕生日なのに。いえ、違うんです。プレゼントは用意したんですけど逃げてしまって。何よそんな言い訳って。え、逃げた？何それ、使い魔とかなの？いいえ、実は魔法書なんです。偶然古い本屋さんで見つけたもので、中身は私にも読めなかったんですけど、不思議な文字の羅列、魔法陣のような挿絵、あれは絶対に魔法書です。まさか勝手になくなるなんて。きっと逃げたんだと思います。もしかしたら魔法で移動したのかも。本が自分で魔法を？大変じゃない。ラブライ行くわよ。必ず見つけて私のものにしてみせるんだから。はい、頑張りましょう。スイープさん楽しそう。文字を作るのに時間はかかったけど頑張ってよかった。スイープさん、誕生日おめでとう。って、どうかした？誕生日を迎えたら何か魔法が使えるようになるかもって思ってたのに。結局雷を呼ぶことも雨を降らすことも空を飛ぶこともできないじゃない。あー、いつになったら魔女になれるの？じゃあ私がスイープさんを持ち上げて空を飛んでるみたいにしてみようか。それただの高い高いじゃない。それだと魔法じゃないもん。だけどちょっと面白そうだからやらせてあげてもいいわ。任せて。改めまして、スイープさん、お誕生日おめでとうございます。プレゼント気に入ってもらえると嬉しいんですけど。プレゼントってこの手紙？まだ読んでないけど。手紙じゃなくて、実はそれ招待状なんですよ。この間お日様ポカポカの日向ぼっこスポットを発見しまして、スイープさんをお誘いしたいなーって。日向ぼっこ？なんか退屈そう。そんなことないです。本当に素敵なんですよ。綺麗なお花がいっぱいで、春には桜、初夏にはカシの花、秋はコスモスね。トリプルティアラ揃い踏みですし、タンポポみたいな小さいお花もいろいろ。きっと中にはスイープさんが探してる薬草なんかもあると思うんです。え、薬草？それだけ生えてるならグランマも知らない魔法の材料が見つかるかもしれないわね。やるわね、クラフト。いいわ、魔法少女スイーピーが秘密の薬草園に招待されてあげる。